いい味つくやろ、これ、うん、シャンタンが、うん、いいのかなんだろう、うんうん、
うん、スケーター、スケーターが人間の出来上がって、まあ、そういう意味では楽しんでた気がする。うまい。こうしてシャネルが出店したのを機会に、うん、他のブランドも移動数に興味を持ち始めます。シャネルが出したら間違いない。ブランドもサンダーのアトラスで買ったわよ。この辺はね、この地図見ていただくとお分かりだと思うんですけど、まあ、シャネルができる3年前、うん、1993年の地図を見ると、うん、そうですけども、メインストリートのいいところは高いので、ほとんど銀行さんしか手が出せないんです。サンダーだいたいメインストリートの1階を、まあ、占領して、なるほど、使ってやる。はい、その状況が変わったのは、シャネルができた少し前、1990年代に初めの家のバブルが崩壊、経営が悪化し、移動筋から撤退する銀行が増加した。うまっ。そして、あいつ銀行の同輩ベーコンの塩分もうまいで、うん、油ようてるわ。銀行は4年から賃料の安い上の回路と上がり始めたんです。トラブチをどうするのということになったときに、なかなか一般企業では高いから、長い旅よ。ピーマンとそんな嫌じゃない、ちょっとあんまり好きじゃない。あ、好きじゃないよ。うん、けどまあ食べれる。うん、あ、そうか。いや、別に、うん、食べる。まあ、調理によってな。うん、うん、場所だって。ん、何、ま、何場所？松尾。正解は僕のご存知ではなく、あの松尾芭蕉が旅の末に亡くなったところ。え？
道で死んだ。ドラマ上でってこと？うん、ビーン。ああ見に行った。ああ何て名前だっけ？忘れた。五代さんみたいな。それ五代さんめっちゃおる。何だっけ？あの周り五代さんばっかりおる。偉い人やってんな。うん、だいっぱい借金作ったらしいな、結局は。膨大なな。そうなんや。やっとった人は誰やったっけ？ティーン・フジオか？うん。